今回は阿蘇市食生活改善推進員協議会一宮支部の皆さんです。こんにちは、よろしくお願いします。今回は何を作っていただけるんですか？カルシウム米粉焼きです。カルシウム米粉焼き、カルシウムが豊富な食材を使った料理ということですね。はい、楽しみです。それでは作っていただきましょう。まず最初は野菜ソムリエからのワンポイントアドバイス。ほうれん草ではなく小松菜の旬の季節は冬。見た目も成分もほうれん草に似ていますが、カルシウムはほうれん草の約5倍も含んでいて、骨を丈夫にし骨粗鬆症の予防にも有効です。選び方はあまり大きくなりすぎていないものの方が柔らかく美味しく食べられます。歯が厚めでピンとし、緑が濃くみずみずしいものを選びましょう。キャベツを千切り、小松菜と一緒で小さく切っていきます。今何をされて？ネギをですね、小さく切って、はい、これも一緒に混ぜ込んで、はい、お好みの容量と同じでですね、材料をみんな一緒に入れて、で何軒かありますので、はい、木綿豆腐。お豆腐は入れるとどうなるんですか？ちょっとふんわりしたような感じで、ミンチとかじゃなくてヘルシーでですね、子供さんのおやつにもね、いいと思います。入れるのがちょっと変わってるなと思うんですけど、はい、これはお国にもこんにゃくとおにがありますからですね。はい、それでは材料が全部、切れましたので、混ぜ込むという作業ですね。はい、やっていただきます。はい、もう一緒にですね、卵と水の水分でですね、混ざりますから。コツとかありますか？そうですね、よく混ぜた方がいいと思いますね。そうでないとダマができたりちょっとしますので。焼く時のポイントとかありますか？そうですね、あまり熱くならないようにですね、伸ばしてもらうと、焼き方がですね、ちょっと焦げ目がね、綺麗につくまでですね。やらせてもらっていいですか？盛り付けはお好みソースとカツオ節。綺麗に飾り付けをして出来上がりです。それでは皆さんいただきます。